はいきますです、えー、今日はですね退職金課税と年金、えー、支払い延長問題っていうところで,で、すね日本的経営、えー、とされていた、うん、まあ終身雇用とか、ですねこのあたりがもう消えていきますねと、うん、いうような話、でそれに対して政府は一体何ができるんだろうかっていうのと、まあはい、選挙ドットコムの世論調査で見ると、ですね岸田さんの内閣支持率が下がっているので、そのあたりも含めて、ちょっといろいろ見ていきたいなというふうに思います、えー、平田さんよろししくお願いします。はい お願いしますいや今日使うニュースは、ですねこのまあ、えー、退職金課税というですね、えー、ものがあって、はい、これ、日経新聞で非常にまあ短いねあの記事なんだけども、うん、あの勤続年数関係なくつ一律でというふうにあったんですけども、ね、これですね、あのー、じゃあ、これに影響するの一体どれぐらいの人なんだろう。うん、ねね、うん、これはまずです、ね、あのー 同じ会社に働き続けて、うん、退職金をもらえる人で、かつ20年以上働いている人っていうところになるんだけども、はい、まあ,あそういうのとか年金問題とかなんかどん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 社会保障が崩れていく感じがしますよね。うん、で、まず選挙 .com の方からちょっと見ていきたいんですけども、このね選挙 .com の世論調査って面白いのが、うん、あの電話とインターネット、はい、どちらも 調査してるっていう。そうなんだよね。はい。これがねすごく面白くって、この下の方に行くとですね、内閣支持率の電話とはい、えー、このネット調査っていうのがあるんですよ。この皆さんもコメント欄で教えてほしいんですけども、はいえー、内閣支持率、あなたは岸田内閣を支持しますか、しませんか、うんうん、のところ、ネット調査。はいはい。はい、えー、何パーセントですか支持する？えー、ネット調査だと支持率は。 三十六点二か。うん、そうだね。黒はこれはなんだ。どちらかといえばっていうのがどちらとも言えないなるほどね。はい。はい、ネットだと十六点二パー。はい。で、えー、不支持は五十一点二パーセント。そうですね。はい。で、えー、これですねあのどちらとも言えないが増えて、うん、で、えー、支持するが、えー、さらに下がり、うん、不支持がちょっと減った。うんうんうん そうですねちょっと減りましただからどちらとも言えないなっていう人も増えてるっていう感じですまあ移行期って感じかなそう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 で電話調査支持率は ?27.4% はいで不支持率は不支持率が44.7%はいでこのネット調査よりも電話調査の方が下落率支持率の下落率が大きく はい、不支持率に関しては、まあ、ちょっと、うん、あの上がってきたと分かりやすいっていうことですよね。でこのねあの上の方にさ、えーせえー、今回の政党支持率っていうのがあるじゃんはいありますね。でこの政党支持率に関しては自民党が28.3%電話調査、うん。そうですね。はい、ネット調査だと14.5%なんだよね。はい はい、で、えー、これとほとんど一緒になってきましたよね内閣支持率がそうねだからあーのー自民党の支持者だから岸田さんを仕方なく応援してますっていう人がもうほとんど一致してきたという状況ででもあのネット調査を見るとさ一番大きいのって何ですかね一番高いの 支持なしじゃない。さあ、巨大政党支持なし党、はいはいはい、六十八点七パーセントという数字なんですよね。はい、で、支持、はい、なしの人がさ、六十八点七パーセントもいるとさ、うん、どうでしょうかね。うん、もう、まあ、それってなんかもはや選挙の意味とか、うん、民主主義の意味って何なんだろうっていうふうに。 考えるレベルですよれ、ねうん、これ例えばだってねあの10人10人とか100人の村を考えてください100人ぐらいの村で,、はい、でその100人の村で何か取り決めをする時に、うん、じゃあみんなで決めようねっていうふうに言ってる時にですね、うん、あの確かにそのみんなで決めようねで、えー、その村のルールが決まるんだけども、はい、70人が、はいあ「あんなの意味ないでしょ」。 うん、<laughs> っていうふうに思ってて残り30人がのうち半分ぐらいが自民党だよね。<laughs> ねが要するに全体の15%だけが決めて <laughs>、うん、でそれでこれがルールでーす村のルールでーすとかっていうふうに言って残りの70人ぐらいはしらけてるわけよ、はい、これってさまず社会としてどうだと思いますか なんかちょっとあのやる気のない小学校って感じで、そうだよね、帰りたいな,ーいたいな、あとあるだろうなー、はい、勉強したくないなーううみたいな、はい、早く帰ってスマホで遊びたいな、ポケモンゴーしたいな、<laughs> まあ最近ポケモンゴーじゃないと思いますけども、<laughs> はい、ね、じゃあ例えば石原さんがすごくいい例を出してくれました、小学校でははあの、うん、100人じゃなくてまあ40人の学級があるとするじゃないですか、でそれでえー、内閣総理大臣先生岸田文雄君っていうのがいるんですよ。 でそれでじゃあ取り決め決めましょうとかっていうふうに言ってちゃんとみんなで決めようねっていうふうにやってで、うん、全体の15%なんで、うん、6人の小学生これがあの自民組にいるわけですよ。自民組。何々君自民でしーとかって言わせる価値なんだけどもそういあとそれと孝明君が一人ぐらいくっついて。 7人で取り決めをするんだけども全体の70%だから28人は小学生しらけてんの、うん、でだけどその自民組と公明組組組に入ってる小学生たちだけで、うん、じゃあこれからの勉強はこんな感じってで、ね、スケジュール決めるとするじゃないですかはいでそれででも残りの28人の子どもは「やんだめんどくせえなー」<laughs> とだって開けてる状態ってさそれはい まず成り立つと思います。皆さん。いやー成り立たないよ、ね。よね、なんか結構学級崩壊感あるよね。学級崩壊感あるよね。はい、で、これが今恐ろしいことに。社会全体に広がってることなんですよ。うん。うん。うん。あのー。選挙行かないなんてけしからん、政治に興味を持つなんてけしからんとかっていう意見もあるけど。うん、あの、投票行かなかったら。 自民党を利するだけだよとかじゃなくて、はい、その社会の基盤そのものが崩れかけているそういういことだ、ね、こういう状況なんですよ、うん、そこで取り出したるは「じゃじゃんお出ました日本文化の歴史」っていう、はい、これはね尾藤さんという1923年のあの東京大学教授生まれたね1923年に生まれてもう2013年にお亡くなりになっています。歳、はい はい、でお亡くなりになってるんだけども、はい、えこの人ですね例えば「江戸時代とは何か」っていう本を書いていたり「日本の国家主義国体の思想形成」とかこういう本を書かれてる人なんだけどもこれがねすごくまず書かれたの原稿が書かれたのが1990年代の中盤。ってことはもうさすがにバブルははじけて。あまあ、はじけてはい、はい、だんだんあの北海道拓殖銀行も崩壊し。 うん、山一証券も終わりみたいな空気感が襲ってる時に日本文化って何なんだよ、うん、っていうことを問うた作品なんですよね。うん、でこれちょっとあの読んでみてもいいですか、うん、はいどうぞはい、えー、今日本,文化の日本文化が問われている一つには、うん、私たちの日本人の自己認識のためでありもう一つは国際化の潮流の中で日本とは何かを世界に向けて発信するためである。 いずれの目的のためにも果たして日本あるいは日本文化についての明確の認識を持っていると言えるだろうかうん、うん、っていうふうに問いかけるんだよね、うん、じゃあここで皆さんにも聞いてみたいんですけど、うんはい、日本文化ってこれですよっていうふうに胸を張って言えるもの、うんうん、これこそザ・日本っていう象徴、うんうん、っていうのってさ実はふわっとしてるんだよ 歌舞伎とかは違う。でもさ、あの歌舞伎は確かに日本文化の一つだよね。まあね。で、例えば、えっ、ー、と、能楽とかもそうだよね。あ、あそうだね。うん、でも、であーのチェーンソーマンもそうですよね。あ、あそれですね。漫画ですね。はで、さらに言うと、あ,あの、うん、そこに、えっ、ー、と、平等院報道とかもそうですよね。<laughs> そうだね。ね、で、でも、例えば富士山の風景もそうだよね。うん、うん、うん、うん。なんか、こうもやーんとしてるじゃん。 そうだね,ね私たちが、うん、あの例えばね「私たちは日本人です」っていうふうにね、はい、こういうふうに、うん、今言う人たちってさ俺の印象だけどねあくまで「はい、私たち日本人ですえっって言ってる人ってなんかちょっと「<laughs> んん大丈夫か?」っていうちょっとあの <laughs> ち,ょちょっとちょっとあの寄ってる人が多いじゃないですか。なるほど確かに、ね、でそうなそれってすごい危険な状況でうちらって。うん 日本っていう文化とか日本人ってこうだよねっていう精神を、うん、あーなるほど我々共有してないんですよ実は。それはあのちょっと本読むといろいろ書いてあったりするよね,ね。でそれがあのじゃあ精神的支柱がない状態で危機、うんうん、って乗り切れますかね例えば会社とかでもねあ<ー>あのこれから売上下がってきたと。 今、うん、辛いんだっていう時に、うん、いやでも乗り越えていこうよっていう人がいるのとはい,、はい、いない状態、はい、だとやっぱそのしかも乗り越えていこうよっていう時に貧乏になってでお金がないから、うん、お金がないけど、うん、今度こうだんやうちらこうなんやっていうふうに言えるものが何にもなかったら、うん、やっぱり右往左往するじゃん。うん、そうだねねこれを、ね、1990年代半ばに この人は日本的経営とかも破綻してきたと、うん、ダメになってきたんだけども、うんうん、今一度日本人って何なんだろうっていうのをちゃんと考えなかったら精神的支柱を失っちゃうよねっていうのを、うんえー、これはねあの本当に面白いのがねあの、うん、古代国家卑弥呼とかの時代から、うん、仏教が伝来しました鎌倉仏教になりました。はは 平安時代あ<の>あ平安時代が来て鎌倉仏教になってでそれから今度内乱期が来るわけだよねうん、うん、いろんなその戦国時代がなって、はい、でそれからさらにあの明治徳川幕府があった後に明治金世がやってっていうのをずーっとこう検証している本なんだけどもやっぱりね今これから年金があの破綻していくとか崩壊していくとか、うんえー、あるいは退職金に課税がされるとかいろいろあるけどもうん、うん、じゃあ ここれれれっってて新しいこれは壊れてい壊くの分かったでも次からこうなるんですよっていうビジョンを描ける政治家がまずいない、うんうん、まあ確かに残念ながらね。うん、でなんでいないかっていうとあのじゃあ日本ってこういう国だよねっていう共通、うん、なんだろう認識ってあんまないのよあるようで。 なるほど逆にでも他の国はあるのかなって気もちょっと知、ね、アメリカなんかはさ、うん、ねあの見ててさあの自由の国アメリカっていうふうに言ってて自由の国アメリカだけど自由が行き過ぎてて貧富の格差が広がりすぎているっていう意見もあると思うんだよね。うん、まあ確かに、ねね、で,、うん、で自由の国アメリカだからこそ頑張った分だけ帰ってくることはいいんじゃないか。 これもあるじゃん、うん、だけど、まあ、確かに日本にじゃあその何々の国だから何々っていうのを仮に入れるとしたら、うんうん、日本はそうだね、えー、高度経済成長期とバブル経済を経験した人は、うん、1>, あの1億総中流の国だから、うん、日本は今こんなに格差が広がってるのはけしからんっていうふうに入れたとするじゃないですか。でもさ1億総中流だった時代なんてさ はい、この我が国2000年の歴史の中で、うん、一体何十年ぐらいの出来事ですかそれ <laughs> まあまあそうですねここ <laughs> ここ最近ここ最近終わりを迎えかつ、うん、えっとあれだよねあのもうなんか1970年代から80年代のうちの2 3 0年に存在した幻想にすぎないじゃんそんなのそういうことになるよねね でなんだけどあそうするとなんか何々の国だから何々なんだとか何々の国だからえっとこれがダメなんだっていう批判反論がしづらいもやっとした国の状況になるとこの政党支持率の話に戻るけど政党なしこれは政治に興味を失ったんじゃなくって政治に興味をそもそも。 持つための土台となる精神的支柱。うん、共通意識っていうのがないから、うん、結局縄張り争いなんでしょ、うん、っていう白毛が広がるわけ。うん、でこれはあの。大政奉還があって、一回、はい、あの、うん、明治政府になって、で、それから。うん、あの、その次に G. H. Q. に占領されてっていう感じで。うん、こう、うん、日本って、日本っていうのって何、何っていうの、結構。 ボキボキって折れてる状態なんだよね。はい。で、そうするとこの支持政党なしっていうのがどん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 拡大していって、最終的に画球崩壊しちゃうんですよ。まあ、うん、そうことだね。で、画球崩壊しつつあるんですよ。はい。これがものすごく <laughs> す、ね、あの危険な兆候だと思うよ。で、それでそういう中で、ええー、日本の一つの幻想ね、この退職金課税の話に戻るけど。 年数関係なく一律でやろうとはいそうふうに言ってでもね平瀬さんうちらまず退職金ってありますか経営者にない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 よいやまあもしかしたらあれかな経営者としていやこれちょっと疑問なんだけど会社をねあのもうそろそろ会社をたたもうかなでも会社にはちゃんとお金はあるんですっていう場合会社のお金って100%まあ少なくとも株を自分が100%持っていたら自分のものになるります なるほどそれが退職金かな。な借金とかがあると。<laughs> そう。そ,ううね、それも全部引っかぶります。負債、はい、<laughs> もそのまんま。負債もそのまんまはいはいという状況でこの話にね議論があるのは、うん、この日経新聞の記事があるので、うんえー、一段落目に書いてあるんだけども、うん、政府のじょ、えー、税制調査会は18日の総会で、うん 多様な働き方を選びやすくする所得税のあり方を議論した、はい、退職金所得への課税制度は就寝雇用制度が前提となっており金属二十年を超えると一年あたりの控除額が減る転職をためらう要因にもなりかねず、うん、委員からは控除は金属年数で差を設けず一律にすべきだといった意見が出たうんうんうんっていうふうにあるんですよありますねつまり平さん はい、これはのそもそも平さんの友達とか私の友達とかでね、うんえー、特に私の友達とかそうだけどうん、うん、ちょうどだから今年社会人出て20年ぐらいですよ。あーそっか。はい、でこっからやっと控除されるす <laughs> どやっとね税制的に優遇があるわけ。ね、金属ってことはさ転職その間にしてちゃいけないんでしょもちろんですよ。 もちろんです <laughs>、はい、そんな人どれぐらいおるんいえあなんぼ、ね、あのー、<laughs> 何終身雇用だったとはいえ、うん、今聞かないよ。聞かないでうか平田さんもあーのー私の8つぐらい下だからまず1 2三3年間同じ会社にずっといますっていう知り合い。うん どれぐらいいる。まあ、いたけど、鬱でやめたりしてな。<laughs> それ続いてないから。<laughs> 給,給食してる給食。あ、給食で、ね。じゃあ、うん、その給食されている。会社は。売上。1億円ぐらいに実際会社ですか。いや。十億円ぐらいの中堅企業ですか。まあ、そこはね、銀行だったんです、ね。<laughs> 多分、私の想像では。1兆円ぐらいあるんじゃないかなって思うんですよ。<laughs> でも。そ,それもまたすごく重要なポイントで。 うん、つまり今回の影響を受ける人たちっていうのは、うん、超大手大企業あるいは大企業に勤めてる人てそうだねに対してうま、ん、ってやってきたのよ。うん、ねでこれ皆さんついに終身雇用が崩壊しつつありますよこれ。 てかもう崩壊してたんだけどついにここにメスを入れたっていう感じでそういうことですね<ー>ここに来るかっていう感じですけどねね東大の美藤教授はですね、うん、そういうのをねなった時に継ぎはぎでなんとかするんじゃなくって、うんうん、日本人の精神って何なんだろう <laughs> そこをちゃんともう一度見直して確かにバブルが崩壊したいちょっと今は大変だだけど日本人って何なんだろうねっていうのをちゃんと分かった上で 世界に生み出そうっていうふうに言ってたんだけどなんかもうほんと次は,ぎ次は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 ぎでやり続けてもう20年たっちゃったよ <laughs> おいそうですねで<う>、えー、あの年金が40年から45年に伸びたのもこれの影響なんだよねだからもう本当に年金の,あの問題も含めて日本型の雇用っていうのが本当に崩壊しつつ,しつ,つあるんだけど。うんうんうん じゃあそういう人って実際の何パーセントなのかしらまあそうだよね。実際そんなにたくさんいないよね。さっきの話をしててもね<え>。うん、じゃあ実際何パーセントなのかっていうのがですね、このちょっと厚生労働省の,、はいはい、の資料があるんですよ。はいはいはい。はい、これえー、っと生涯を通じたキャリア形成ってあるでしょ。はい。でこれ厚生労働省の資料なんですけど、令和2年度の 確か資料だったんだけども、ええ、ここにですね、転職の回数っていうのがですね、下の方にいくと出てくるんですよ。はい、いいす年齢別。はい、年齢別、初職からの離職回数っていうのが出てきてるでしょはい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 。で、この転職回数ゼロ回。なるほど。あるいは転職回数一回の。離職回数って書いてるか、まあ、それかあ、まあそう。離職ね。うん、で、離職回数ゼロ歳は。 あ、ゼロ回はさっきの退職金制度の範囲に入る人たちです、うん。男性、女性、ああ、やっぱ女性は離職回数ゼロは少ないね。あのこれはやっぱりえっとパート、<う>旦那さんが働いてて、あのパートに出てるとか、あるいは働いてたけどもあの子供できちゃったから辞めざるを得なかったとかっていうのがあるわけですよ。うん じゃあこれで見たらさ転職1回もせずに、うん、ずーっと同じ場所で働き続けている人っていうのはうん、うん、まあこれ大体60までを見ると、うんうん、40%から50%の間ぐらいじゃないそうですね。そうなのよ。まあそうですね。だからこれが終身雇用が維持されているところね。うん だから全体の40%っていうふうに考えるとですね、うん、まずそもそも日本の労働人口って6,000万人ぐらいいるんですよ。はい、で、えー、そのうちのその40%だとするとねまあ女性も入れるともっと下がるんだよな。平均するとが35%って考えるか。 そうすると、うん、全体の6,000万る3 5なので2,000万人なんですよね。うんうん、でこの2,000万人ってどれぐらい労働者全体の3分の1です約。ね、うん、えこの人たちってじゃあどんな人なんだろうっていうとあの、うん、まず日本の労働者っていうのは、うん、大企業と中小企業で半分ずつ雇用されてる 大企業に3000万人雇われてて、えー、中小企業に3000万人雇われてるっていうイメージですざっくりあ大企業の方が社数としては圧倒的に少ない、ね、少ない1万社しかいませんはい中小企業は200万社ありますはいなんだけども大企業雇ってる人数多いからねまあそういうことですねでそうするとあのじゃあ日本の、えー、非正規雇用の割合って大体4割なんだよねそうすると,、えーっと 正社員ってそもそも全体の、えー、4割だから6かけると6 0 0 0万3600万人そのうち、えー、大企業が半分だとすると1800万人なのでバッチリこの転職回数離職回数0とほとんど一緒なんだよ。だから今回削っていくよっていうふうに言われた退職金制度、うん、これに関しては大企業の、うん 正社員かつ転職しないで真面目に働き続けてきた人、うん、これをチューチューしてやるぞーまあねでもさそれってね平さん、うんうん、なんかもう今までの議論とは一段階上がった気しないそうだ,、ね、だってうちらがあの新卒で働き始めたり平田さんが新卒ではし働き始めた頃っていうのは、はい、どちらかというと。 正正社員 vs 非正規雇用うんそうだねそういうイメージじゃなかったそういうイメージがあったねねえ、うん、で大企業と,、えー、と中小企業の,あの、まあ、大企業からの下請けいじめとかうーんそういう話であって雲の上の存在だったわけですよはいそうで、ん、すあの大企業正社員っていうのは、うん、もう慣れたらいいなって,っていう感じでしょ<ー>でもずーっとその下がさ 食われ続けてきた結果、うん、ついに。大企業を正社員にまで。ぬぬ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 ってこう。はい、おい、あの来たわけよ、これ。はい、これ相当大きいことだと思いません。んすねだね。うん,うん。なんか日本が一段階進んだなあっていう。感じが俺はすごくするな。<laughs> うん、で、その次に、このちょっと日経新聞さ、あの見てほしいんだけど。はい あのこの政府の税制調査会で、はいえー、生産性が高い分野に資本や人が移動しやすくなる税制になるべきだっていうふうに言ってるじゃん。うん、そうですねで勤続年数20年を超えて1年あたりの控除額が増えると転職をためらう要因になるって言ってるじゃん。うんそう でいや,ーいやそうかな<た>って今思ったからちょっとでしょうでしょう <laughs> 答える時間かと。<laughs> 退職金20年以上勤めたら、うん、ねえー、退職金がちょっとずつ向上税制控除されていくいやー嬉しいな、ね、だから転職はしないって固く決意してる人ってどれぐらいいるのかしらやめるときやめるだろう。<laughs> だって多いよ関係ないでしょ、うん、これ。関係ないよね。 だって、そのために働いてるんかいって話じゃない。だって、新卒で入社してね。あと20年働けば、俺も退職金。全制控除されるから、頑張ろうっていう。新卒って。<laughs> え、何、学業に勤める新卒って、そういうこと気にするんですか。いやー、まあ、そういう感じしないよね。いないでしょう。<laughs> 正直言って。ね<え>。うん。で、さらに、あの、じゃ、これ、えー、退職金に課税してやれっていうふうになったら。 うん、生産性が高い分野に資本や人が移動しやすくなりますかいや別にならんやろ別にそんなまあでもこれってすごい経済学って感じがするねいやしかも間違った経済学だし <laughs> <laughs> なんだっけあの経済的にしか人間は判断しないみたいな経済学うんうん,うん,うん、うん、分かる分かる分かる部品としか見てないよねうんうんこれな なんで、えーうん、まずこの制度退職金税制を変える制度っていうのは、うん、あのまず嘘パっぱちで議論が進んでいる、うん、けどそんな議論が進んでいる要因っていうのは大企業正社員っていうところについに手をつけなきゃダメになった、うんはい、まあ自民党政権の追い込まれっぷり。そうね っていうのがのがあ私は見られると思うんだよね、うん、で、えー、この前さ納付期間があのこれは今度国民年金の話になるんだけども、はい、国民年金が40年から45年に延長する、うん、っていう話あったじゃん。はいありましたね。 ねこれあの女性セブンの記事がマネーポストウェブに載ってるんだけども「国民年金給付期間5年延長なら実質的な大増税給付開始が70歳になる可能性もあると」と、はい、ね <laughs> すごいねもう,もうしょうがないもう寿命が伸びたからしょうがない寿命が伸びちゃってねもっとお前ら、はい、あのー、昔は波平みたいなのでも51歳だっただあ54歳だったんだけども <laughs>、あのー、これからもうお前らもっともっと躊躇してやると。 まあね69歳までは働いていいと。はい、ね、で、えー、これでですね1人当たり毎月1万6,600円これもさらに値上がり、はい、あのすると思うんだけども、うんえー、これがですね5年間あの追加で払えっていいううことにななりそうなんだよねはい、で10月15日共同通信が双方報じたっていうふうに書いてるけどこのマネーポストの記事をですね、うん、の、えー、123段落目をちょっと読んでみてください。 国民年金納付45年延長検討っていうやつですかね。はい、10月15日、共同通信がそう講じた。国民年金は20歳から59歳までの40年間が納付期間と定められている。政府はその期間を5年延長することを目論んでいるという。前述の通り、これは強制加入なので、誰しもが年間20万円、あ約20万円。 うん、5年間でざっと100万円の負担,額を負担増を強いられることになるつまり実質的な大増税なねえ、うん、まあそうですね大増税ですよはいこれ厚生労働省あ、うん、どうぞ,どうぞあいや、はい、まあ100万割上げすることが決まりまして、うん、ひどくないひどくな、ね、い <laughs> ひどいいつの間になんかあのこれ2024年までに決まるらしいです いやーそれ決まるってことでちょっとりっで、えーうん、さらにえー、っと国民あの退職金の課税もするそうです、うん、するそうですいやー増えすぎじゃないちょっとね <laughs> いくらなんでも躊躇しすぎじゃないかなと、はい、そう思いますね、うん、でまあこれはやっぱ人口少,少子高齢化ね えー、これが原因で、えー、こういう形になっていっているんだけどもうんんかもう退職金課税をした上で、うんえー、国民年金の徴収を40年から45年に拡大しなければならないと <laughs> いうことを言うてる時点でなんかもう自国そうだね。うん、そんんんんんな感じがするもうどん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  取られていくって感じ、うん。なんかどん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 取られていくし。はい。で、経済は発展しないし、物価は上がるし。うん。それでもさ、さっきちょっと紹介したね。あの、はい、自民党の、あの、岩盤支持層っているわけじゃん。うん。まあ、<の>そうですね。ねメイン道路の。あの、さっき紹介したけど、政党支持率で。うん、電話だと二十八点三パーセントで、ネットだと十四点五パーセントっていうのがあるでしょうん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 。うん。はい。これが。やっぱり。 うん、あの大企業だったり、えー、あと年金維持してほしいって思ってたり、うんうん、っていう人たちの中で多いんだよね。まあそうねだけど退職金に課税する年金が減る崩壊するっていうふうになると、うんえー、自民党のこの28%っていうのは、うん、ガラガラガラっと崩れていくんだよね。 だから自民党っていうのはまあアベノミクスの時もそうだったけども、うん、あのひたすらあのお金をするとでそれで、はいえー、国家の一般会計に突っ込んで年間30兆とかだけども年金をひたすら支えるひたすら支えるこれをやり続けてきたんだけど、はい、ついにそれもできなくなってきました。 ああそういうことだね誰がやい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 や <laughs> 少なくとも平田さんの世代何も関係ないでしょうまあまあまあね,、まあ、ねおだってこれ失われた30年とかって言われてるの平田さんなんかおぎゃって言われた時から責任あるって <laughs> それも何か現在、ね、<laughs> を背負ってるような感じだよ <laughs> それはつらすぎる <laughs>、うん、でさらにこれ平田さんが見つけてきてくれたニュースなんだけどもはい社会保険の適用を段階的に増やしていくよ そうです政府カーハーオンラインっていうのがあるじゃんはいはいはいええー、社会保険これですねはい、はい、社会保険の適用が段階的に拡大従業員101人以上の企業は要チェックって書いてありますなんかとってもね爽やかなイラストが書かれていますね政府 <laughs> 広報ですけどね政府、はい、広報、はい、オンラインっていうふうに書いてある。なん、はい、かねこのあの下の方に図があるんだよねあるこれね新たな社会保険適用拡大のイメージ、うん、はい、はい、いやーこれね あの要するに労働時間によって、うんえー、違ってですね要するにパートやアルバイトなどの短時間労働者も社会保険の加入これに、えー、入りますよっていうふうに言ってるわけだよねだ派遣会社がね。 そうです。ずっとしてんだよねみんなね。ぞぞ,ぞぞぞぞぞ。えってで派遣で多分働いてる人もこれ困るんじゃない？うん。手取り減る。手取りが減るから。ねあのー、これね、うん、確か主婦とかは手取りが一ヶ月一万以上減るとかっていう記事とかもあったけど、うんうん。でもね政府はこういうわけですよ。うん、将来もらえる年金が増えるからいいでしょ？うん。っていうわけ。うん,うん。うんうん いやいやいやこれさ中小企業のこのパートアルバイトさんもみんな、うんえー、社会保険加入しなきゃダメよっていうふうにこれ2024年ね。あっ岸田政権って次選挙なければ何年まで黄金の3年間は何年まで しってやっとるなぁという感じなんですよ、はい、だからこの社会保険も政府は将来もらえる年金増えるからいいじゃんって言ってるわけよ。ってなるよね。だって下手するとだってねまああんまりいいことじゃないけど70になる手前でなくなったらさ、うん、働き損じゃんってか取られ損じゃん。はい <laughs> これねあのとても悲しいニュースがありまして。えーはい ちょっとね男性孤独、えー、67歳、えー、中央値で、えー、検索すると出てくるんですけどもいや俺これ見てぞっとしたわ、えー、ちょっと送りますねはい、はい、えー、男性でですねあのお一人様の方はですねおお<ー>あの寿命が短いとら気にしなくてもいいですよっていうブラックジョークがすごいなこれなるほどね 独身のおじさんは寿命が短い。いや、はい、ニュースだなこれ。これね、はあはあ、の独身のえー、っとおじさんかつ、はい、友達がいない。なるほど。これはあの亡 <laughs> くなりやすいっていう。なるほど。えだからまあ、独身でも別に友達いっぱいいる、うん、ね、あるいは親戚付き合いたっぷりしてて。 近所に親戚もいて、はい、まあ例えば週1ぐらいではその家とかではハッハッハ,ッハッとかって言ってる人とかじゃなくってこの独身おじさんで、うんえー、かつ、あのーまあ、友達がいないお金もないあお,お金ないとやっぱ友達付き合いもしづらいからねだからそういうのもあの増えているのでなので寺さん男は払うだけ払ってポックリ。 俺まずこのタイトルだけ見た時にさ「はい <laughs> <laughs>、おおお俺どうしよう」って思ったよまず「あと二十数年しか生きられへんのか俺」っていや本当悩んでだからあのー、いやーこれは悲しい悲しいでしょはいだから六十五歳以上をまでに、うん 亡くなってしまったら払うだけ払っておしまいでしかも損益分岐点を81歳以降なるほどだいぶ健康で生きないとダメじゃない<笑><笑>そうですねね、うん、で社会保険もあのどん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 ね適用が拡大していくんだけども、うん、この平田さんが見つけてくれたねこの記事にも書いてあるんだけども、うん、あのー、これね えー、10月からの社会保険が適用拡大今の手取りか将来の年金かパート主婦の悩ましい問題はい、はい、そうですねなんだけど今の手取りか、はい、将来の年金かっていうさ、うん、選択肢をつけられるパートの主婦の人って <laughs> これもう確かに相当幸せですよもう日本では余裕あるよねもうか勝ち組ですよそれだってそうだね余裕あるね主婦が うん、仮にそれ40歳だとするじゃないですかうん、うん、で、まあで晩婚化も進んでいるんで子供が10歳ぐらいで小学校行ってるとしましょう,うん、うん、でそれであら社会保険適用なのかしらそうすると手取りが減っちゃうわ<っ>でも私が65歳になった時に年金増えるからいいのかしらで思える人って今が安定してる人だよねまあなんかいでこをやっといた方がいいかしら別に60代以降で引き出せるんだったらいいわねぐらいそうそういう感じだよね それってどれぐらいいるんですか今日本に <laughs> <laughs> ってことでやっぱ勝ち組なんだよその人たちそういうことか,だから今までは特に私が新卒で就職活動をしだした、はい、あのバブル崩壊後の超就職氷河期の時は、うん、若者これを搾取するっていう時代だったんだよねそういうことですねでリーマンショックがあった後の平田さんの就職の頃も、うん 雇い止めとかさ。うん、で、えっ、ー、と、私の世代が三十代ぐらいとかになってきたから。あの、高齢化する非正規雇用問題っていうのがあったわけですよ。で、で、さらに、あの、どん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 、それが進行していって。うん、今、ついに、勝ち組主婦と。勝ち組大企業サラリーマンの退職にまでー、ちゅう。もうね。どうすんだ。そうなっちゃうわね。 だからあのもういやある意味これが総中流化いやいやそう下流化ですよこんなの <laughs> じゃないですかね。下流下流社会ですよこんなの、うん。まあそうだね。そ<ー>うん、総下流社会。だからもうこれであの何悩みはなくなるでしょう。悩みあ,、まあまあ相対的貧困がねあの問題だしそ。そう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 。 みんなこう俺は底辺だから苦しいっつってね、うん、なんかこう無茶を起こすようなことは恐らくなくなるこれ、うん、みんなみんな,みんなもあの <laughs> ダめだから <laughs> はいでえー、っとですねうちらあのやっぱ求人サイトを運営しているのでそれは伝えておかなければダメなんですけど、うん、あのこういう状況になってくるとね、うんえー、やっぱり他のところに転職をしてね 給料を上げた方がいいかしら。退職金も課税されるんだったら、もう意味がないかもとかっていう風にこう思ったりね。あの、はい、する人いるかもしれませんけども、はい、あのどうですかね？平津さん、転職をして給料が上がる。うん。これ実は？少ないんだよね。少ないんですよ。よこれものすごく少ないんだよね。 でえー、っとこれがね、もう一個の厚生労働省の資料の、これも令和2年の転職実態調査っていうのがあってですね、これを送りました。で、えー、これがですね、PDF のページの17ページかな。17ページ。17ページ。はい、転職者の労働条件っていうふうに書いてるところない、はい、労働条件、賃金、労働時間の変化。はい、はい。ここをちょっと読んでみてもらっていいでしょうか。うんうん えー、賃金が転職によりどのように変化したかを見ると、賃金が増加したが39%、えー、あでも39%でずいぶん増えたね。そう,そうそうそう。前もっと減ってたもんね。そんなもん。えでも、うん、減少したのが40%、それ,でもそれでも高いと。うんえー、変わらないが20.2%となっている。DI、つまり、賃金が増加した転職者割合マイナス、うん、賃金が減少した転職者割合を見ると、 二十歳以上49歳以下ので、えー、年齢階級ではプラス15歳以上19歳以下50歳以上の年齢階級ではマイナスとなっているつまり就寝、えーまあ、転職すると損するんですようん、うん、そういうのが多いのねはいで多いんだけどもあのじゃあそうするとさなんかもうだんだん逃げ場なくなってきた感じね転職したら、うん え基本的には給料は減る傾向にあります。でもそこで一生懸命頑張ってても退職金に課税されます。<laughs> そうですね。で、六十ああ六十まで国民年金払うのかと思ってたら六十五までになります。うん、そうですね。これね、れなかなか強烈じゃないですか。うん、<laughs> なかなか強烈。うん、なかなか強烈ですね。うん、っていうかまあ。 やっぱ夢があんまなくて嫌だあ夢がある話をするとあの、うん、これはやっぱりロボット、うん、え AI、うん、これによって生産性を高めることによって、うん、あのまあ給料を上げていって、うん、え労働者不足も解消するっていう方向性に持っていくことができたらこの問題はですね解決しますよ。うんまあね、問題ないそれは大丈夫です。 で日本は言うてもそういう分野まだ強いからね。はいあ。なんとかなる。可能性だって十分ありますよ。うん,うん。いや、なんか平さんとよく取り上げてたけど、夢だ自由だフリーターっていう。ああ<ー>、<laughs> あれの時代が懐かしいね。うん。うん、まあ、あれの時代私たち大対して生きてませんけど、ね。うん、1980年代。だからね。はい、うん。まあ、まあ、あでもそうですね。うん、あどうぞどうぞ。あいいよいいよ。何々 えいやほかに紹介してなかったのがあったっけなというふうに思ってでも基本的にあの,、うん、あのなんだっけパートアルバイトの手取りが減ってしまうっていう話がさ、うん、あったじゃん。専業主婦の場合月額1万2500円の負担ってやつマ、うん、ネープラスちょっとそれを読みませんか、うん、あそうねはい、はいえー、これですね今送りますけれども。 これはまあどっちかっていうと、あの減ってもいいんじゃないのっていう、うん、大丈夫、大丈夫、減っても大丈夫、<laughs> <う>手取りが減っても将来の安心を取ろうみたいな、<laughs> そ,うそうそうそう、はい、悪くない話かもよっていうやつなので、ま一応、そっちも取り上げましょうなんですけれども、厚生年金の加入義務があ、パートアルバイトもありまあるようになりますよと、うん、おでまあ、え、大変手取りが減ってしまうの、そうでなくても値上げラッシュで家計はピンチなのになんて思う人が多いかもしれません。<laughs> 慌てないいでください今回の改正でえ損をする人得する人がいます<う>順回。でも今回の改正をよく理解してみれば損をする人も得をする人に変わります。はい、うん、どうすればなるんかと、うんはいね、まず時短労働者の条件を教えてくださいと、はいはい、え短時間労働者は誰が当てはまるのか心配ですねうん、うん、まずはどんな人に適用されるのか見ていきましょう。どんんなな人なんだ、えー、短時間労働者とは週の労働時間が20時間以上。 月額、賃金 8. 8万つまり、あ、年収で106万円以上ですね。で勤務時間は1年以上の見込みの人学生は適用されません、うんえ。現在、上記の条件で働いていてかつ従業員数が501名以上の会社の場合は厚生年金に加入しています。うん、それが2022年10月から100人超の企業で働く短時間労働者に社会保険が適用拡大されます。 しかも雇用期間1年以上っていうのが撤廃されて2ヶ月を超える雇用の見込みがあることに変更する<な>はほとんどやんけ1ヶ月しか働かないって言っいないんだろうと。と <laughs> はい日雇い労働以外全部やないかいだ <laughs> ということのことで24年10月からは事業規模が50人超の規模にも適用拡大やはり2024年が一つのそういうこと、うん、そもそも日雇い とってさ、あの派遣で日雇い労働っていうことになったりとかするから、うん、ね、フリーで日雇い労働やってますって人ほとんどいないと思うんで、<laughs> だ結局日雇い労働だったとしてもね、あの引っ越しの仕事がやっぱりなんかうん、うん、あの物運んだりいろいろですっていうふうになったとしても、うん、どうせ一年ぐらいはその派遣会社で仕事してるだろうって話です。まあ、うんうん、昔ながらの日雇い労働ってそれなんか上野の駅前にさ、はい、うん、仕事あるよ仕事あるよとかっていうところに群がって、じ <laughs> ゃん、おんん、じゃじゃじゃ弁当付きでな、一日な だとからううそういう世界はもうないですよ <laughs> 日本には。では実際厚生年金に入ると具体的にどうなるのか専業主婦の例にとって説明をしましょうと、うんえー。専業主婦は国民年金第3号被保険者になっていましたこれ何かというと保険所保険料支払ってないってことですね。家族の中で働いてる方の人が厚生年金払ってるからそこに含まれますと。うん つまり一度も会社員として働いたことがない専業主婦の場合高齢になった時に受け取れる年金は基礎年金だけになります、うん、はい改正によって厚生年金に加入すると厚生年金の保険料が給与から引かれます、えー、厚生年金の保険料は会社と折半なので半額負担さらに会社の健康保険組合に加入するため保険料の負担も発生月収が8.8万円、まあ、さっきのギリのところですねうん、うん、の場合は 厚生年金と健康保険の両方で目標あごめんな、ね、月額一万二千五百円の負担が増えます。<laughs> それ何？八万円のうちさ一万二千五百円もだ単増えたのだ。ね、え何あのなんかもう一個家を借りて電気代が増えたのかなって感じ。いえっ、ー、とどれぐらいかっていうと一二えっと割る八八ゼロペ十四パーセント手取り減るんだよ。うん。おきいでしょ。うん。 はい、それがまあデメリット、<で>デメリット、はい、なんだけども、えーえー、だけどメリットもあります。メリットもあるや。はい、値上げラッシュで家計が厳しい上にパートも手取りも減ってしまうなんて <laughs> いいこと一つもないと憤慨しないでください。<laughs> 実は長い目で見るととってもお得なのです。長い目で見ろとお前ら。確かに手取りは減ってしまいますが。 将来の年金額が増えるのですから決して損でではありません一度も会社員として働いたことがない、えー、専業主婦の場合は年金保険料の本人負担はありま,すがあありませんが受け取れるのは国民年金だけのため受給額が少ないんです。うん 窓口専業主婦をやってる人少ないだろうと思う。少ないよ。うん。国民年金を満額支払ったとしても、将来受け取れる年金額は月額約6万5千円。しかし、厚生年金に加入できれば、将来の年金額は忘れれます。<laughs> はい。 えーっとですねまあ、簡単に言うと月収8.8万で10年加入していればですね厚生年金が月額4600円上乗せされて20年間の加入で月額9000円の上乗せって書いてあるんですけど、ね、1万2500円減ってたはずなのに9000円あれ計算があれ ?3000 何ぼあれって感じなんですけどね <laughs> まあね、はいはい、まあそういう感じなんだな結局なあとはあの ええー、ままあ、まあ県会社の変更保険だから傷病手当が受け取れますみたいなこと書いてありますけどもその次に単身者の場合はメリットが大きいって書いてますね単身者でさはい。この時短労働者って誰ていうかさ <laughs> 実家に住んでる人かなでも単身世帯だよね確かにそうだよね実家に住んでいてかつお父さんとお母さんが早くに 何万だぶってぽっくりいっちゃってあ実家持ってて実、ね、家持っててあ<ー>1歳も,も払っていい家賃も払わないけどまあでも社会の設定は必要だから働いておこうかなって言う人ぐらいしかいないでしょ耐震車で年収106万円でどうやって暮らすんだよそんなやつでで言ったらなんですけど、うん、このね場合は、うん、えっと自己負担額保険料云々うんぬんかんのまあまあ 厚生年金になるから将来の年金受給額が増えて健康保険も充実って書いてありますけど、うん、さっきの清水さんの話だと67ぐらいで亡くなるんでしょ男性の場合。単身者はね、はい、あの二人に一人がばっかり。って感じじゃないですか <laughs> もう <laughs> おいっていういやだからもう今回の話はね私が就職しだした時は、うん、若者だけが問題だったわけですよ。 で平田さんが働き出した時はうん、うん、非正規雇用だけが問題だったんですよ。ね、問題でしたねでもそこからもうさらに進んで大企業の正社員とかパートの勝ち組主婦とかまでもチ、うん、え？ーッ <laughs> <laughs> 一応ね次のページにあります。はいあのー これでは手取りが減って不利になる専業処方はどうすればいいのかいある手取りが減ってメリットの解決方法もっと給与を増やすことつまり働こうって書いてあってどうせ <laughs> <laughs> 第3号被保険者から外れて厚生年金に加入したのだからもっと収入を上げれば手取り分の減少を補うことができます。はあまあね、まあこれはね要するに106万円の壁っていうのもあったから <laughs> それを撤廃してみんな働けということが言いたいんでしょうな。 うん、いやめっちゃしかしすごいなあこれなんかどん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 「すすめ1億総費の玉田」感が <laughs> あの出てきたねあのなかなかもうねえー、若者のあれですよ若者の非正規雇用だけを搾取してねかわいそうって言ってられる時代は進みました「すすめ1億日だるまだ」っていうことになりましたねはい日だるまになっちゃったよ俺。 左馬になります。わあ、左馬、うん、<あ>だ,まだ <laughs> いや。まあ、俺ね、あの左馬第一号だからさ、世代的に。<laughs> あ,あ、そうですね。ずーっと左馬、ま、あ、の中で生きてきましたよ。そうですね。左 <laughs> 馬 <laughs> 第二世代、平津さんの世代ですよ。ね。うん、でもさ、うちら、最初から熱々だったからさ、あ、ちゃ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 、あちゃ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 、あちゃ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 あちゃあちゃちゃちっていう風にさ、頑張ってこれたじゃん。うん もうその環境によくも悪くももも悪慣れちゃったよもう <laughs> ひどい環境にいるからこそ逆にね<お>それが普通だと思っちゃうっていう今までね、うん、パートで主婦やってたとか、うん、大企業でサラリーマンやってたっていう人のところがだんだん,なんか最近暑くね異常気象みたいな感 <laughs> あそれはあのゆで替えるってやつですねそうそうそうお、はい、くねってんかちょっと煙臭くねボクボじゃねみたいなであのその 遠くの方でね昔私とか平瀬さんが「あっちゃ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 」ってったら燃えてたんだけども、うん、それがだんだん燃え広がってきてサラリーマンにも大企業家畜にまで来たっていうですね、はい、でこれが本当に進むとおそらく自民党倒れますよまあでもだからといってじゃあ代わりは代わりはどうするのかこれですね日本の構造的な問題だから、うん、魔法の杖はないんですよね なのであの最初に言ったこの本に召喚に戻るんだけども、はい、こういう時こそじゃあ日本って何、うん、日本人って何日本の文化とか精神って何っていうのを見つめ直して、うん、今は大変だけども、うん、うちらこれを目指そうよだって俺たちこういうのじゃんっていう精神的支柱こういうのを求めていると思いますね。うんうん、ただしあのかつてねあののドイツの 方向にですね、はあ、昔ですねあの昔戦争に敗れたすごい借金を負わされた、うん、そして軍隊も持てないで経済はずたボロだ、うん、我が優秀なるアーリア人がこのようなことでいいのかあ,あなんか聞き覚えがね <laughs> っていう風になる危険な兆候でもあるんですよこれ。だからあのヒトラーはズタボロになったあの、うん、戦後ドイツ。 のねあのところをコンプレックス辛さとかにつけ込んでうちらすごいんだと、うん、日本すごい国強い国偉い国なんだみたいな岡本喜八の映画でもあったけどね肉弾の中で、はい、ああいうノリで煽る人たちが出てくると、うん、これはとんでもないことになりますからね。だ、はい、だから、ねえー、だけどとはいえ うちら精神的質を失っていると思うからそれって何なのかっていうことは本当に追求していかないとやっぱりダメなことなんじゃないかなというふうに思います、はい、まあというのもねやっぱりあのこの前デビルマン見たんですようわーこんな時にんなものをデビルデビルあれはデビルデビルマンのデビルマンです裏切り物にっていうねあれなんですけど、はいはい、原作暗すぎ <laughs> いやーもうねあのー、この「デビルマン」なんだけど、うんうん、最近さ人気の漫画に「チェーンソーマン」っつうのがあるじゃないですかありますねチェーンソーマンね、はい、アニメもアニメもやっててすごいヒットしてるでしょ、うんうん、で、えー、これちょっと見てくださいえはは俺はデーモンハンターってところだなおやどっかで聞いたようなあ<れ>デビルハンター部ってのがあったような気がる、ね、あれチェーンソーバーはデビルハンター <laughs> <laughs> でしかもチェーンソーマンもデビルマンもどっちも「うん、悪魔の力」を、ね、身につけてだけど、はい、心は悪魔じゃないんだよね。まあデビルマンはデビルの悪魔ですね。<laughs> ね。<laughs> だからあのこのまあ正確にはデビルマンは勇者アモンに乗っ取られたあのデビルマンなんだけどもうん、うん、ええー じゃあさなんでこんな時代がね、うん、あの進んでもこのデビルマンとかね、えー、悪魔の力は持ってるけど人の心を持ってるっていうのは何で生まれるんだろうとか、うん、やっぱりそれって多分ね日本の中にずっとある共通的な精神的まあ共有があるんだよね。でそれがあるから常にヒットし続けるっていうのもあると思うのよ。うん、だってあのこれねデビルマンは、はい、あの。 悪魔人間なんですよ。ね、いやー、やっぱりこの頃の絵はすごいな。なんか、いご、やばいよ。うん。あの、ちなみに、もっとやばいシーンもございますが、紹介するのはやめてま。まあ、それはここに、はい、載せられないでしょう。もうこちょっと、もう、あと、ね。コミックシーモアで読めますんで。だから。こういうコンテンツが流行る。のも、うん、やっぱり、何かしら日本人が意識している精神的支柱があるからなんだよね。でもそれを今、ううね、見失ってるわけですよ。はい。 見失ってるからそれってどういうものなのかなっていうのを再構築して精神的支柱を乗り越える持つことができたら経済的国難とかにも乗り越えられると思うけどうこれは一歩間違えると我が優秀なるアーリア人たちを一人の総統一人の国家であるみたいなそういう感じになってしまうのでとても危険な状況ですよまあ結果的にそれってあの国民に。 国民頼みじゃーんって気もするけど、ねうんまあ、だけどどねだそういうものからね、えー、どういうふうに見ていくかっていうところはあこれから見ていかないとダメだなって思うよ自民党が確実に年金維持できなくなって崩壊するその後どうなるのか、はい、これはこれから数年起きることだなって思いますね。 はい <laughs> というわけで今日はですねあの転職、はいえー、そして退職金年金っていうテーマで、えー、話をさせていただきました、えー、平瀬さんどうもありがとうございますはいチャンネル登録といいねよろしく今日は海外のニュースなかったけどいつもは海外のニュースとかも取り上げているのでぜひチャンネル登録といいねしてくださいジャにーはい今日も見ていただきましてありがとうございます まあこれからもですね、えー、海外のニュース、あるいは日本のニュース様々なものも翻訳したりですね、解説していきたいと思います。ひと月満つき万冊カンパで成り立っておりますので、ひらさんの翻訳お疲れ様ですとか、そういうことがあればですね、こちらまで乾杯いただけると嬉しいです。クレジットカード、銀行口座、どちらにでも対応しています。いつも見ていただきましてありがとうございます。今日も読書ありがとうございます